ダニエル・アレクサンダー・カスタノは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。ベーラー大学時代2016年の MLB ドラフト19巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソン・シティ・カージナルスで、プロデビュー。 12試合に登板して2勝5敗、防御率6.19、34奪三振を記録した。2017年は A-9 ステートカレッジ、スパイクスで14試合に先発登板して9勝3敗、防御率2.57、81奪三振を記録した。2017年12月13日にマーセル・オズナとのトレードでサンディアル・カンタラ、マグネウリス・シエラ、 ザック、ガレンと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。2018年は、A 級ジュピター・ハンマー・ヘッズ、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズ、A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズでプレーし、3球団合計で24試合に登板して9勝12敗、防御率3.93、116奪三振を記録した。2019年は、A ピターで開幕を迎え、 5月に A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプに昇格。2球団合計で13試合に登板して7勝4敗。防御率3.48、104脱三振を記録した。2020年8月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月8日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビューを果たした。ありがとうございます。